Hi, friends. お久しぶりです。単独のライブ配信、めちゃくちゃ久しぶり。うまく話せるか、ちょっと話し方忘れちゃったんで、ぜひ聞いてる人、コメントとかで混ざってもらえると嬉しいです。聞こえてますか？大丈夫かな？さて、この前はね、田原正人さんと2人で対談のライブ配信をして、しゃべくり倒して2時間話したんですけど、けいちゃん、とおるちゃん、ありがとう。よかった、聞こえてる。そう、誰かとね、話をするのは、まあ、あっという間に過ぎていくんですけど、一人だとね、リアクションがないとなんかこう、何を話したらいいのやらってなるんで、今日はですね、ワールドワークについて少し語ろうかなとで思います。なお、こんばんは。ありがとう、聞いてくれて。今年も10月の、10月のですね、いつだ、7、8、9、土曜日から月曜日まで2泊3日で清里でワールドワークラボ合宿をやります。またタイトルはですね、毎年続けているジェンダー・セクシャリティをめぐるさまざまな声というテーマでやります。今年で8回目になりますね。すごーい。このテーマに対しての開催が8回目で、ワールドワークラボプロジェクトは2015年にスタートさせたもので、他のテーマ、一つはオープンのテーマでやって、1回目の時は。それから、2019年かな、支笏湖でエスニックダイバーシティについてのワールドワークもやったので、10回目になりますね、全部で合わせると。ジェンダーセクシャリティをめぐるさまざまな声というテーマでのワールドワークは、8回目になります。ちょっと私今日 ちょっと咳込んじゃうんで、みんなに迷惑にならないかなって思ったりしているんですけど、頑張って咳込まないようにして話そうと思います。そう、ちょっとね、今日はワールドワークについて話をしようと思うんですけど、検討されている方はですね、ぜひ参加してみてください。で、もう参加するつもりでいる人はですね、早割が7月の31日までやっています。ほんの少ししか早割といっても割引はないんですが、それでも交通費の足しにはなると思いますので、ぜひ7月31日までに絶対行こうって思ってる人はジャンプインしてもらえればなって思います。で、まあ、私のこのライブ配信じゃなくてもですね、今年は初の試みでヘルパーがシェア会というイベントをやっています。月に一度みんながですね、私と一緒にやってきた中で経験してきたワールドワークやジェンダーセクシャリティのこと、どんな風に変わっていったのか、どんな体験なのか、なぜ今もこうやって一緒にやっているのかなどですね、ヘルパーだからこそ、語れる内容を、月一遍、こう、なんていうのかな、説明会っていうよりかはシェア会っていう形で、分かち合いの場を設けています。後で誰かヘルパー聞いてくれてたら、スケジュールの画像を貼ってもらえるとありがたいんですけれども、今月はですね、7月末、来週かな、もう1回追加でシェア会をすることになって、あと7月末、8月、9月ってあと3回ありますので、そちらの方も機会があったら覗いてみてください。そちらも無料のイベントになっています。本当にワールドワークね、
いや、私ずっとワールドワークを2006年に初めてオーストラリアで体験してからですね、もうこれは絶対日本のみんなに紹介したい、シェアしたいし、日本はこういうやり方を通してしか乗り越えられない問題がたくさんあるんじゃないかっていうふうに、なんか本当にこう信じて、一人でなんかできる紹介の仕方をずっと模索していたんですね。で、私自身がまずですね、ワールドワークで命を救われたと思っている一人なんです。本当にワールドワークというものに出会っていなければ、今の私はこんな風になってなかっただろうなっていう風にすごく思うんですね。なので、日本でもそういう体験をしていくことが必要な人たちは私以外にもいるんじゃないかと思って、やっているところがあります。ですね。で、ちょっと今日はそこら辺の思いなどもお話をしていこうかなと思いますが、コメントとかにですね、質問聞きたいことなども、あったらばぜひ教えてください。今日少しだけ私がワールドワークとは何なのかっていうこととか、それから私の思いみたいなのを話した後はですね、ちょっともう私2006年からずっとワールドワークの話をしてるんですよね。あらゆる場面で。だから私個人としてはなんかもうずっと喋ってるんで、もうなんか皆さんにとっても耳にタコができたんじゃないかっていうちょっと心配があったりとか、私自身がなんかこうずっと喋ってるんで、もう何を話したらいいのかちょっとよく分かんないみたいになっちゃっていて、もう伝えるよりもなんか実践していくみたいなことの方が大事かなと思ったりもしていて。なので今日はヘルパーのみんなから質問をもらってですね、そういうのに答えながら少し話をしていこうかなって思ったりしています。質問やリクエストをくれたヘルパーの皆さんありがとうございました。で、今リスナーの皆様、今聞いてくれてる皆様もなんかシェアがあったり、聞きたいことがあったら混ざってくれて全然大丈夫です。 本にもね書いたところもあるのでかぶってるかもしれないんですけれども、本当にワールドワークっていうアプローチはプロセスワーク、プロセス思考心理学っていう心理学の種類の中でも、特に世界の問題、社会の問題と私たちがそれぞれ個人の中で抱えているいろんな葛藤っていうところが実はつながっていることが多いっていうアプローチの一つですね。だから社会をどうやったら社会をより良くしていけるのかももちろんそうですし、私たち一人一人が感じている悩みみたいなことや葛藤っていうのは実は個人的なものではなくて社会的なものだったり政治的なものだったりっていうこととつながっていると、そういう考え方でやっていく、グループでやっていくワークですね。で、とにかくディープデモクラシーの実践の模索みたいな感じに捉えていって、必要なプロセスをみんなで見ていくっていうやり方をしています。で、大きいラージグループっていうね、大きな全員でワークをする時もあれば、それだとやっぱりいろんな声は出てきづらいので、小さいグループに分かれて、そしてその小さい単位でもワークを続ける。それから、個人の単位、自分の個人の単位でもワークを続けるっていう、こう大中小みたいな単位の中でパラレルにそれをやりながら、あらゆるプロセスがフラクタルにつながっていたりとか、フラクタルというのはね、同じ構造があっちで起きてるのと自分の中で起きてるのとは同じだみたいな、なんかそういうことなんですけど、なんかそういうことが起きたり、経験したり、それからその大きいグループの中で何かこうみんなで決めた入り口になっていく問題、社会問題とか入り口で、そのワークを見ていく中で自分の中にもそれがあったりとかですね。
聞かれてホールドする方がやっぱり真ん中で聞かれなきゃいけない声がこうバーッと出ていく中でみんなでそれをホールドしていくみたいな癒しのプロセスだったりとかですね、なんかいろんなダイナミックなプロセスが起きてきます。で、まあ実際にやっぱりいろんな感情を扱っていきますし、社会の中で抑圧されているもの、周辺化されているもの、好ましくないと思われているものっていうものも含めてリップデモクラシーでは歓迎していきますので、ちょっと外の世界とは常識が違うというか考え方が違ったりとかしています。で、私とかはやっぱりすごくどうして命を救われたなんていうふうに言ってるかっていうと、社会の中でたくさんの、差別やマイノリティの体験をしてとっても生きづらかったんですよね。で、煙たがられたりとかする、それは海外で外国人としてっていうのもそうですし、家族の中ですごく閉鎖された親子の関係の中で暴力的なことが起きても誰もやっぱり介入してくれなかったみたいなこともそうですし、差別をされているのをみんな目の当たりにしてもやっぱり誰も何もスタンドアップしてくれることはなかったので、そうすると自分が自分の中で内在化していくんですよね、そういう差別や抑圧っていうのを。そうすると私が変なんじゃないかとか、私なんかどうせここで生きる価値がないんじゃないかとかっていう風な気分になってくるわけですね。日本に戻ってきてもやっぱり日本人とちょっと違うんで、すごくこう日本社会で生きるっていうことが大変だったんですよね。で、それもやっぱり私が変だからなんだとか、やっぱり私なんかいない方がいいんだとか、そういう風な、リアリティをたくさん経験するんですね。日本の人たちからするとやっぱり私は少し違うので、今はね、戸惑ったりとか違うものなの抵抗があったりするっていうのは今はわかるし、そんなにパーソナルに捉えませんけど、当時の私はやっぱりすごくパーソナルに個人的に捉えるんですよね。で、私自身を差別したり抑圧したりするっていう経験の中で、ワールドワークっていうところではやっぱあらゆることを大事にしていくので、すごくこう私が言いたいことや、それが言いづらいっていうハードルがあることを、周りの人たちがそのハードルを一緒に低くしていくにはどうしたらいいのかみたいな模索をしてくれたり、アクションをしていけるので、なんかすごく普段外で味わっている体験と全然違う体験をしたんですよね。特にマイノリティの人たちにはびっくりするぐらい違う体験をワールドワークという場ではするんじゃないかなと思います。マジョリティの方の人たちとしても多分普段聞けない声が聞けたりとかですね、それからやっぱりこう逆な立場になっていったりする時もあるので、そういう意味では面白い経験になったりしますし、マイノリティマジョリティって簡単に言いますけど、私たちの中には誰もがマイノリティ性を持っていて、マジョリティ性もあるので、なんかそういう外との関係性もそうだし、自分の中の両面を見ていったりとかすることもできたりしますよね。まあとにかく本当に、なんて言うんでしょう、私は存在していいんだって、私が経験したりとか、みんなには見えないけれども、私がマイノリティだから、社会の外にいるから見えている景色というのを貴重な意見としてウェルカムしてくれる場があるんだとかですね、実際に関わってきてくれるなんていう体験はやっぱほとんどしてなかったんでびっくりしましたね。それからソーシャルアクションとしても、やっぱソーシャルアクティビストとしてずっとジェンダーセクシュアリティのことを当時プロセスワークと出会う前からやってましたけど、やっぱりそれってすごいなんかこうどっかしらやっぱいつも怒ってて。で戦ってるみたいな感じがあって、社会
ジェンダーのことを全然分かってない差別的な社会、どいつもこいつもみたいにブリ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 っていつも怒ってて、怒っても疲弊して、なんかのれんに腕押しのような、なんか見えない敵と戦っているみたいな感じだったんですよね。でやってもやってもなんかすごくこう全く変わらないんで、疲弊していく、燃え尽きていく、腹が立っていくみたいな、なんかそういうソーシャルアクションからやっぱプロセスワークと出会って、ワールドワークと出会っていく中で、ものすごくこう、あの、その無、なんていうのかな、戦い方ではなくて関わり方みたいな方に変わっていきましたね。で、対外に対してのアプローチだけじゃなくて、やっぱ私との自分の自分自身との関わり方みたいなことをやっぱり学んでいくこと で、私の中の傷をたくさん個人のワークとしてもやっていくことが世界を変えていくんだみたいな、なんかそういう世界観なんで、でもやっぱり私自身が変わると、なんていうのかな、物事の捉え方が変わったり関わり方が変わっていったりとかする。確かに私と少なくとも私の周りの世界や人間関係は本当に変わりましたね。しかも燃え尽きてない、自分自身を大切にすることを大前提にしていくので、燃え尽きない、まあ、燃え尽きた時は大事にするんですけど、なんか本当にそのワールドワークというアプローチと出会う前と今だったら、今の方がやっぱり穏やかで、そしてでも感情も安全に出せて、あらゆることが大事にできているなっていうふうに、豊かさ、そこの、あの葛藤の中にも、そして大変な経験の中にもある独特な豊かさみたいなことや、希望とか勇気とか世界の美しさみたいなところまでも、あの、私は見つけることができたアプローチなので、あの、まあやっぱり、あの、なんていうんですかね、こう戦ったり対立したりすることに疲れてしまった人、何度言っても何度言ってもなんかこう分かってもらえないみたいな、なんかそういう人たちにはぜひぜひ来てみてもらいたいなって思うアプローチですね。で、まあいいものだから紹介したいっていうことだけじゃなくって、やっぱりこういろんな社会問題の当事者だった私としては、この地球はやっぱりちょっときつい、きつくって、どうしてもっとこうお互いに優しくできないんだろうとか、どうしてもっとこう木とか自然を大事にできないんだろうみたいな素朴な悲しみとか痛みがあって、問いがあって、私も含めなんですけどね、どうしてできないんだろうみたいな、で嫌だなって思うんですよ。痛いなとか、なんでそんなこと起きるのかなみたいな。で、やっぱ私としては、前だったら私一人が何かをやったからといって、なんていうのかな、やっぱ虚しさが残ってたり無力さがあったり、なんか自己満足のような気がしたりしてたんですよね。でも自分のチャイルドフットドリームとか経験してきたこととか、それからこれまでに出会ってきたいろんな大変な思いをしている子どもたちとか、なんかそういうところとこう触れていくと、やっぱり私は少なくともこう何もしないっていうのは私にはやっぱできなくって、でパレスチナに行ってある7歳の女の子との会話の中で、ものすごくなんかそのこういう紛争のある世界
ていうのを大人がやっぱり作ってきてしまっているっていうところにすごく痛感させられて、責任を感じる時があったんですよね。それでまあどこまでできるかわからないんだけど、やっぱり何かをやっていきたい。で、私の中で何かをやっていきたいって言った時に、なんかこう手応えがあるというか、無駄な感じがしない、自己満な感じがあんまりしない。それよりはこうプロセス、大きいところのこうプロセスを作っているような大きな流れのところから、こうすごく私の今までの経験を生かして、なおかつ戦わない形でも関わっていくっていう形で、こう何かをこう変えていく、いける可能性があるっていうのが、私にとってはやっぱワールドワークで、持続可能というか無理がない感じ、長く続けられる感じっていうアプローチが、あのディープデモクラシーとかワールドワークなんですよね。なので、まあ、最初は一人でいろんなワールドワークに参加して、もう借金してまで行きましたね。もう日本でやっぱり一人で孤独だったんで、なかなか私みたいなこう経験を理解してくれる人もいなかったし、やっぱり日本では結構私はユニークな方だと思うんで、うまく日本の社会と関われなかったりして、孤独だったんですよね。で、息子を一人で育てて大変だったりとかもしたし、なんかそんな中で唯一本当に救われるような経験、勇気になったり希望になったりをもらえたり、それから同じように世界のことをなんとかしたいよね、嫌だよねこれっていうぐらい、こう熱い熱量を持ったワールドワーカーの仲間たちと出会えるのもワールドワークだったんで、もう借金してでもと一時期は行ってましたね。で、それをまあシェア会みたいな感じで、そうですよ、シェア会をしてましたよ。5、6人なんかこう四方とかでなんかお知らせして、少人数でちょっとシェア会をするみたいな感じだったんですけど、でやっぱりそれは私にとっては、手応えがなかったんですよね。で、ずっと手応えを探していた中で、やっぱりこうインナーワーク、ある時アメリカのヤハツのセミナーに出た時にインナーワークをして、でそこの八発の海岸沿いで、やっぱり波がこうね、ズブーンってなってるね、ゴーみたいな、やりなよみたいな感じでこう背中を押してくれたんですよね。で、当時はやっぱりこういろんなプロセスワーカーと連携しないとワールドワークってできないもんだとずっと思ってて、みんなとじゃないとできないみたいに思ってたんですけど、あ、そんなことなくて。で、私が私の周りにいる人たちと始めたらいいんだみたいなのを思って、それで今のヘルパーになってるみんながですね、まだプロセスワークを学び出して1年とか2年とか、そんな人たちに、でワールドワークの経験もしていないのに、私はこういうことがしたいんだっていう話をして、で始まったっていうのが、2015年からのやり方ですね。まあ今のヘルパー以外の人でも、真央さんとかね、なんか他にも野村さんとか、こう友人たちが本当に背中をやっぱり押してくれて、やってみたらいいんだよみたいな感じでやりだして、まあそれがやっぱり私にとってそれ自体もワールドワークだったんだなって思ったりとかしています。やっぱ人との関わり方みたいなののチャレンジ。
そして必死で立ち上げてですね、メンバーとチームヘルパーのチームにワールドワークを伝えたり、それからやっぱジェンダーセクシャリティのことを2年目からやろうと思ったのも、やっぱり日本で海外でやってる大きいワールドワークっていうのは1週間とかなんですよね、とか10日間とか。で、日本だとやっぱりそんなに長い休みを取れないし、だから最初は1泊2日だったんですよ、最初の2年か3年ぐらいは。そこから思い切って2泊3日までに伸ばしたんですけど、やっぱりそれでも2泊3日って本当あっという間でね。で、そこでテーマが、いろんなテーマがある中で、やっぱり最初のワールドワークも知らないし、時間もないしみたいなところで、やっぱり一つテーマを決めた方がいいなって思ったのと、そのテーマを決める前からやっぱりジェンダーセクシャリティについていろいろワークをする場って世界中ですごい少なくって、特に日本はセクシャルタブーがあるんですごく少なくって。 でもジェンダーとかセクシャリティって全員が当事者なんですよね。で、いろんなテーマを使っても必ずジェンダーイシューっていうのは絡んでくるんで、これはちょっとしばらくジェンダーセクシャリティっていうのでやってみるのはいいんじゃないか。で、学生、プロセスワークと出会う前からジェンダーセクシャリティのことは専門でやってたしね、みたいなので始まったのが、今やっているワールドワークラボのジェンダーの合宿なんです。で、8回目になりますけど、本当にやっててよかったなって思っているんですよね。なんかプロセスに従ってやってただけなんですけど、こうやってこう振り返ると、ああ全部必要なことだったんだなっていうのを、すごいなプロセスマインドみたいな感じで今はいます。で、やっぱジェンダーセクシャリティでヘルパー自身も言った時に、え、何ですかそれみたいなぐらい未知なものだったんですよね。で、当時はやっぱり本当、今みたいに LGBTQ とか、ね、ジェンダーとかっていう言葉はほとんど聞いたことない人が多くて、しかもそれが自分事だなんて思えてる人はすごく少なくって、なんかワールドワークでジェンダーセクシャリティのことをやったらば、セクシャルマイノリティのお客さんたちがたくさん来て、どうやって傷つけないでホストしたらいいんだろうみたいな、なんかそういう発想に最初あったから、違う違う違う、ジェンダーはみんなの問題なんだよってところから始めたので、まずヘルパーチームとワールドワークをやったみたいな感じですね。で、それはすごく理にかなっていて、やっぱりこうチームや準備をする者たちがやっぱ自分のワークをしたりとか、チームとして関係性をちゃんと準備しておかないと、あとテーマについてもワークして準備しておくっていうことがすごく大事なんですよね、安全な場作りとしても。なのでコツコツとそれをもう何て言うの、淡々とシンプルにそれをやり続けたって。だから1年間ヘルパーとワークをしたり準備をしたりして、テーマについてのね、そして2泊3日はドアを開いて、でまた閉じて、またヘルパーと私は1年通して準備をしてっていうふうなことをずっとやってます。今もう愚直にそういうやり方をしています。 なんかね、私にとってもすごくこれはチャレンジで、やっぱり人を信頼するということがやっぱり難しかった私が、みんなを信頼するとかですね、自分自身のこうしてほしいみたいなリクエストを言うこともすごく最初はできなかったんですけど、やっぱそれを乗り越えてリーダーになっていくみたいなプロセスでもあったので、まあ全部プロセスだったって思ってます。なので是非やっぱりワールドワーク、
ょっと体験してみないとわからないところもたくさんあると思うので、で一人一人が10人いたら10人とも違う経験をするんだろうなって思うんですよね。それと同時にみんなが深いところでつながっていて同じ経験をしているみたいな、なんかすごい不思議なパラレルワールド的なことが起きたりとかしますし、人間だけじゃなくてね、まあ、人間のなかなか聞こえない声ももちろん大事にしますけど、起きること全部を大事にしていく場なので、そういうあり方みたいなのが今少しずつカルチャーみたいな形でできてきも来ているので、ぜひ味わいに来てみてもらいたいなっていつも思ってます。さて こんな感じで大丈夫ですかね。13人聞いてくれてるみたいですけれども、なんか聞きたいことあったら言ってくださいね。私はもう何度もなんかこういう話をしているような気がしていて、シェア会の日程がシェアされましたね。ありがとうございます、ちえちゃん。ねえ、こうやってありがたいですね、チームが協力してくれるのは。本当に最初の頃にワールドワークは私の命を救ってくれたっていうふうに思ってますけれども、私のこのワールドワークプロジェクト自身は、なんていうのかな、学びのプロセスでもあったけど、こう癒しのプロセスでもあったし、実験のプロセスの場でもあるみたいな、なんかそんな感じですね。じゃあちょっとこう質問に答えるっていう形で話を進めていきたいと思います。大丈夫でしょうかね。ちょっとラジオ形式で。質問をここに貼ります。ペコン。読みますね。日本でワールドワークを実践して感じること。日本と世界のワールドワークの違い。日本の一時プロセスを尊重した形でのワールドワークについて。ワールドワークは、ワールドワークはなんか怖いとか傷つけ合うみたいなイメージがあると友人に言われたことがあります。ダヤさんは日本の文化に合わせた形でのワールドワークを実践してくれていると思うので、怖い傷つけ合う感じではないよというところが伝わるといいなと思いました。それからこんな世界になったらいいなという夢について。ありがとう。そうですね。日本でワールドワークを実践して感じることっていうのは、感じること。まあ、いろんなことを感じてますけど、日本でもワールドワークはできるなってやっぱり今確信を持って言えますね。で、もちろん日本の文化とかコミュニケーションのスタイルとかスピード感みたいなのが違うので、ね、日本と世界のワールドワークの違いっていうのもありますけど、なんて言うんだろう。まあ、求めてる人たちには全然いけんじゃないかなって思ってますね。このやり方が何て言うのかな、ワールドワークっていうふうに言っても、これがワールドワークだっていう形はないんですよね。その世界の問題をフレームワークの中に考慮しながら自分ごととして世界とつながってやっていくみたいな、そういう
世界観みたいなのをワールドワークと呼ぶのかなって思います。もちろんそのやり方みたいなフォーマットがあったりとか、どうやったらそのディープデモクラティックにあらゆるレベルでいろんな声をホールドしていけるのかみたいな、そういう意味ではこうやり方というか形っていうのが代々こうね、先輩やシニアのディプロメートでも作ってきたやり方っていうのはありますけれども、別にそれをやることをイコールワールドワークではないので、日本の関係構築のエッジとか自分のそのことを話をする不慣れさだったりとか、テーマもですね、エッジのあるテーマとかですね、なんかそういったところに合わせてこう作ってきている。でもそこを超えるとそんなにやっぱりどこでも同じだなっていう風な共通点もあって、やっぱ私たちがすごくこう本当は言いたいんだけれども、本当はこういうことがあるということを思っているけど、何らか知らない、違って言えないものが出始めた時に、バーッとプロセスが促進していったりとか、こっちの声が出るとやっぱこっちの声も聞かれたがるみたいなこととかは、別に日本でも世界でも同じだなって思ったりしますね。表現が違うだけで。日本でのだからファシリテーションスタイルっていうのはやっぱりこう話をするとか自分らしくいるとか、そういったところをエンカレッジしていく、それからロールモデルをしていく、それからみんなが苦手なことを私がファシリテーターとしても代わりにやるとか、なんかそういうこうアクティブなアプローチになりますね。海外でファシリテーション、特にワールドワークでファシリテーションするときはもっとダイバースなんで、ダイバースが前提だし、やっぱり喋ることはすごくあっちはこう言葉が逆にいっぱい出てくるから、それをこう抑圧せずにウェルカムしつつホールドしてもらうみたいな方をこうサポートするので、ちょっと私はジャパニーズな感じになりますね。やっぱり日本はでもどうしても自分のこと、自分とつながって感じることを言語化してそれをこう表現するっていう筋肉が教育の中でそんなに育ってないし、みんなの前で自分の意見を言うっていうのは心理的なハードルもすごく高いんで、そこら辺はやっぱり世界のというか西洋文化の中でのワールドワークとはちょっとスピード感が違ったり、出てくるものがこう出てきやすいようにちょっといくつかトリックを使ったりしてますね。そういうふうに日本の一次プロセス、日本のアイデンティティだったり主流のやり方っていうことを尊重した形でワールドワークをデモすれば、全然そんな差はないなって思ったりしてます。で、ワールドワークはなんか怖いとか傷つけ合うみたいなイメージがあるという友人に言われたことがありますっていうふうに書いてありますけど、まあ激しいかもしれないですね。ダイナミックですよね。で、やっぱり日本だとこうフィーリングとか感情をあらわにするっていうこととか、思ったことを言うみたいなことはやっぱ不慣れだと思うので、ドキドキはするだろうなとは思います。怖いと感じるのかなっていうふうに思いますね。傷つけ合うかどうかは、これはファシリテーションによりますね。ホットスポットって言ってこう激しくなった時に火の微調整をするんですけど、そこをしっかりちゃんと介入をファシリテーターができれば、ゆっくりゆっくり行くことがすごく大事ですね。傷つきませんとは言わないけれども、そこにはやっぱ傷ついちゃいけないとか傷つくことに対する恐れがあるのかなって感じますけど、
やっぱあらゆることが必要だから起きてくるというふうに考えていて、その傷がついてるのであればそこをやっぱりもっとちゃんとケアしたりとか声を上げたりとかするアプローチになるのかなって思ったりします。でもやっぱりこうそういうクリテリア、そういう批判っていうのは世界でもやっぱりあって、こうホットスポットが大好きでぶつかり合う、つまりこう普段言えないことをやっとここでは言えるぞみたいなものっていうのはやっぱりどうしても起きやすいんですよね。ディープデモクラシーでウェルカムしてるので。で、ファシリテーションによってはそれをこう煽るようなファシリテーションもあれば、それを抑圧するようなファシリテーションもあって、でもやっぱり理想というか可能であれば抑圧せずにそれをゆっくり安全な形でちゃんと表現する。で、その傷つけるっていうエネルギーではなくて、もっとそのエネルギーになる前の深いところに本当は何が言いたいのみたいなところにたどり着いたり、非言語のシグナルとかを通したりとかしながら、そっちが出てこれるとすごくシャーマニックでパワフルなものになるし、それからファシリテーターだけじゃなくて参加者ファシリテーターって言って、その場にいるみんながどういうアウェアネスとかどういう意識状態でやっぱりそういうプロセスをみんなで一緒にホールドするかっていうところの意識化をしていくっていうのはすごく安全な場では大事で、ただただファシリテーターが物事をコントロールするっていうのがこうワールドワークではなくてね、みんながやっぱりどういう意識状態でいろんなものをホールできるのかっていうのをそれぞれがそれぞれのチャレンジでもあるんですよね。もちろんファシリテーターってランクもあるし介入はするんですけどね。だしやっぱりこうあそこにある怒りだったりとかは出していかないと戦争になる、殺し合いになるっていうふうに兄は言っていて、まあ怒鳴ってみたらいいんじゃないみたいな、なんかそういうのもあったりしますよね。ただそういう批判があります。そのやっぱりこうぶつかり合ったり衝突し合ったりするのが好きな人たちが、こうそれってすごくこう依存的に中毒にもなりかねませんから、やっぱそうではなくて、もっとこうトランスフォーマティブな、こう変容していくようなプロセスとかですね、もっとこうセンシエントって言って、もっとこうエッセンスレベルでのこう表現だったり、それからそのホットスポットばっかり見るんじゃなくて、その瞬間瞬間に起きてくるクールスポットの方もファシリテーターがきちんとキャッチしてフレーミングしていくみたいな、なんかそういう形でいくと、まあ、ドキドキはするかもしれないけれども、やっぱりそこにこう恐れを超えた何かみたいな、なんかそういう私たちに。つながれると大丈夫なんじゃないかなって思いますね。まあでもそれと同時にやっぱりワールドワークにその人それぞれがこう来れるプロセスと来れないプロセスっていうのもあると思うんで、タイミングもねやっぱり刺激されると思うので、こう静かなところで守られてケアをする必要があったりとか、多様性のがたくさんある場だから。ちょっと今多様性はトゥーマッチですみたいな人たちは、まあ、ワールドワークは時期を待つかっていう感じがしますけどね。んな感じでしょうか。それからこんな世界になったらいいなという夢について、こんな世界になったらいいなという夢について、もっと私たちが自分の感情とか自分の持ってるギフトとかエネルギーをこう本当に思いっきりバーンって出して、喧嘩しても喧嘩になって対立してもバババババってロールスイッチしたりとかですね、まあ少なくともそういう世界観が広まってくれたらいいですよね。対立や葛藤っていうのはチャンスなんだと、そこは成長していけたり、そこを深めると知恵があるんだみたいな考え方とかは、そういうのを知ってる人がいっぱい増えたらいいのになって思ったりしますね。
もう少しなんかお互い自分に対してもみんなに対しても優しい世界になったらいいなと思いますし、今私の中でホットなのはやっぱり無駄に木を切ったりとかやめてくださいって感じですね。無駄になんかこう、無駄ってまあどっち必要もないのにやっぱり木を切らなきゃいけないんだろうかとか、あとやっぱりこういろんなところでリゾート化とか基地が作られて海が汚染されていくみたいなところもすごく胸が痛いんで、もうそういうのやめてって感じがします。で、そういうことをやる人たちだけじゃなくて、やっぱり私も含め環境の意識が低くて、次世代にすごく負担をかけてるので、コロナの時にピタッと車が止まって誰も家から出なくなった時に、なんか空がすごく綺麗になったんですよね。なんかそういうの分かってるんだから、もうちょっと忘れてまた元に今戻ってると思うんで、そういうところは胸が痛いんで変わったらいいなって思ったりしますね。こんなところでしょうか。私の命も私の周りの若い命も救われたよ。ああ、ありがとう。さて、こんな感じで続いていきましょうか。大丈夫ですか？皆さん疲れてないですか？まあ疲れたら後で見てください。せっかくなんで、ちょっとね、もうね、老眼がちょっと眼鏡かけます。ちょっと2つほど似たような質問があるので、テーマについてですね。これまでの7回にわたるジェンダーセクシャリティをテーマにしたワールドワークで、特に印象に残っていることをお話しいただける範囲で聞きたいです。私はたくさんありますが、2016年のワークで怒りのムーブメントが、これぞ生命力というエネルギーに変わった瞬間が今でも生々しく体に残っています。そのエネルギーが感じられたことできつい日常を生き抜けたと感じていますという方と、2つ目がジェンダーセクシャリティをテーマにコツコツとワールドワークを続けてきました。ダヤさんが感じるその意味や成果を聞かせてください。今、性的マイノリティに対しての差別的な声が SNS などで目にすることが多くあります。その声との付き合い方へのアドバイスをいただけると嬉しいです。ありがとうございます。特に印象に残っているもの、まあ毎回印象に残ってますけど、いろいろと。そうですね。まあ、ここに書かれてたその怒りが生きる生命力っていうのもそうですし、まあ、毎回印象的なのは、やっぱりこう、抑圧されている、普段社会で抑圧されている、例えば女性ジェンダーの人たちが、ものすごく自分のパワーとつながって、で、自分の声をこう上げていく。で、それを聞いている人たちも「そう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 」というふうにして、聞けば聞くだけなんか勇気づけられていって元気になっていく、ポップアップこうされていく、一人一人の輪郭がこうはっきりしていく瞬間っていうのがあるんですよ。その人に戻っていくというか、その一人一人の目に力が出てきて。あれは感動的ですね、毎回。そこに涙をね、こう溜めて、うわーって真実をこう話してる時に、聞いてる人たちもものすごく揺さぶられていって、なかったことにされてるものがあるっていうふうに、こうオセロみたいにピタピタってこうあるあるっていう風に、全部こう黒でないことにされたのがこう白に赤あるっていう風になっていくみたいな、なんかそういう時のなんかこうみんなのエネルギーや顔がブワーッとパワフルに変わっていって、バー全体がブワーッと盛り上がっていくって言って、私たちは生きてるみたいなエネルギーを感じるんですけど。
やっててよかったなと思う。これ私も勇気づけられますね。それからいくつかありますよ。あとやっぱり2年連続で性欲について語りたいっていうのが3日目に選ばれて、ですごいんですよね。やっぱミックスで、ジェンダーもセクシュアリティもミックスの場で、それぞれがパーソナルな性についてのとか性欲やセックスについての話をするんですよね。やりたいとかっていう話も、ジョイも喜びみたいなのもそうだし、悩みとか苦悩もそうだし、傷ついた経験もそうだし、それぞれが話すんですけど、どれもがやっぱりすごく多様でリアルで、他の人たちもすごくそこに真剣に耳を傾けていて、涙あり笑いありみたいな話をするんですけど、であと異年齢っていうんですかね、異世代でそういう話ができたりするときはすげえなって思ったり、でやっぱみんなもっと若い頃にこういう場を経験したかった、もっと普段からこういう場があればいいのにみたいなふうに言ってくれたのは覚えてますね。あとはこれは珍しかったんですけど、やっぱりなかなかどうしても社会で普段ね聞かれない声を出すっていうふうになっていきますから、だいたいまあマイノリティの問題が挙げられることが多いんですけど、一回なんか15分だけだから30分だけみたいに時間を区切って、メンズジェンダーのなんか何が起きてるのかみたいな、男性のフィッシュボール、シス経て男性のフィッシュボールみたいなのをやったのも、これはワールドワークで私はマジョリティがスペースを取って、みんなの学びのためにその人たちがやっぱり語っていくっていうのは結構レアなんですよね。それができたのもすごかったなって思います。あとやっぱり女性同士の連携の難しさみたいなところでね、一人が良かれと思って誰かを褒めた時に、それはその人にとっては傷に触れることでホットスポットになったりとかするっていうのは、まあ普段からあることだと思うんですけど、そういうのがワークできたりとかですね。あとはやっぱりこうセクフ印象的だったのは、去年はですね、ものすごい今までとは桁違いの割合でセクマイの人たちが、とセクマイ当事者の参加者が多くて、でフィッシュボールをやっぱりやった時に、性の多様性、セクマイとはゆえ多様なのだみたいな、同じセクマイの、セクシャルオリエンテーション、性的指向だったとしても考え方が違ったりとか体験が違ったりとかみたいな風になるぐらい、セクマイのみんなの数が多かったっていうのはすごいなと思ったりしましたね。んな感じでしょうか。今年は何が出てくるのか楽しみですね。まあいろんなヘイトの問題とかもあるので、どんなものが出てくるのかドキドキもしてますけどね。で、ジェンダーセクシュアリティをテーマにコツコツとワールドワークを続けてきて、その意味や成果を聞かせてください。まあ不思議なことに、タイミング的にやっぱり私たちがやりだした頃っていうのはまだちょっとジェンダーのことは社会ではそんなに語られてなかったですね。でもそれをこう追い波みたいな感じで社会で少しずつ出てきた時に、やっぱりヘルパーのみんなは一歩先で自分たちのワークをやってるので、あれワークしたみたいな顔をしてるんですね。身近になるんですよね。なんか痴漢の話だったりとか、そのジェンダーの抑圧の話だったりとかみたいなことを、ジェンダーなんて考えたことなかった人たちが自分のワークをここ数年やり続けて、で社会にそれがやっぱどんどん出てくるみたいなのがこうリンクしていくのがすごく興味深かったですね。
それからまあ今はまだ今日はちょっと話しませんけど、やっぱりラボのメンバーの中でのこの日本的な文化やコミュニケーションスタイルっていうのを、そこでもやっぱり影響があるわけで、そこの中でやっぱりそれぞれの人たちのジェンダーやセクシュアリティに対してのこう変化、経験の変化、そしてそのプロセスが家に起きてくる関係性のいろんな葛藤だったりとか変化だったりとかみたいなのは、結構こうラボとしてはすごく興味深い考察をみんなでしていて、それこう生きながらね考察をしていくんですけど、あとやっぱりまあ8年もやってれば興味を持ってくれる人たちも増えてるし、やっぱりもう対立するだけでは、正論を言い合うだけではもう無理なんだなみたいに気がついたアクティビストの人たちが可能性を探りに来てくれるようになったとかはありますね。今、性的マイノリティに対しての差別的な声が SNS などで目にすることが多くあります。その声との付き合い方へのアドバイスをしていただけると思います。SNS のヘイトはスルーしましょうって思います。とにかく拒否。なんて言うんですかね、やっぱ匿名性で SNS って、まあ、セクマイに対してだけじゃなくて、ヘイトって本当に出しやすくって、もう見るだけで暴力受けるみたいな感じになりますから、もうウキッズっていう人たちはもうとにかく見ない、避けるっていうのがもう第一原則じゃないかなって思います。扉が開いてないです、その人たちは。やっぱりディスカッションに、だから相手にしない。でだから付き合い方というか付き合わないって感じですかね、私のアドバイスとしては。まあもちろん、目撃した時に介入しなきゃいけない時もあると思うんですけれども、その時はそのヘイトをやっている人が変わるとか変えるとか止めるとか、なんかそういう期待をもとにやると多分非現実的で、私だったらばそれを見ている人たちのためにそのヘイトに対して声を上げますね。それからやっぱりヘイトのロールの奥には、やっぱりそういうヘイトをしないといけなくなった何か理由やプロセスがあるのだろうというふうに、ロールスイッチをしてきたら、できる人はやってみるといいのかなと思ったりします。まあケースバイケースなので難しいかなとも思ったりしますけど。次いきますね。なんか1時間ぐらいあっという間になってしまいましたけども、皆さんついてこれてますか？大丈夫ですか？一人でずっと喋ってますが、何かリアクションをもらえると嬉しいな。11人見てくれている、ありがとうございます。夜遅くなのに、平日なのに。久しぶりのね、ライブ配信で。ちょっと反応がないと不安になるんですけど。次ですね。たくさんくれたんですよね。ありがとうございます。ワールドワークはこれにしましょう。おお、ありがとうございます。しみちゃん、りこさん、ありがとうございます。次の質問ね。ワールドワークは社会の問題に取り組むことだけど、それは自分の問題に取り組むことであり、自分の問題に取り組むことが社会を変えていくことでもあるということについて、だからこそ見えてくる希望について聞きたいです。
ハートワークは社会の取り組むことだけど、社会っていうふうに言った時に、多くの人はそこに自分を含めないんですよね。社会活動家とか特に、あれが悪い、あのシステムが悪い、あいつが悪いっていうふうにして、つまりあっちが悪くて自分は合ってる、正しいっていうふうになるんですよね。本当かっていうことで、やっぱりこう自分関係性でもあるし、あっちとこっちの2つのロールの間で起きてることなんで、そのダンスを変えていくには自分もその場に含めていかないと、あまり現実的な変化にならないんじゃないかなって思いますね。そういう意味でやっぱり社会の問題に取り組むっていうことは、そこに当事者であり非当事者であったとしても、非当事者という当事者なんですよね。その自分っていうのはだから社会の中に含まれてるので、まずは自分のことを考えたらいいのかなって思いますよね。その立場からの自分みたいなね。それは社会の問題を見ていくことで自分のそういうところに発見するかもしれないし、自分のことをワークすることで社会のことが見えてくるかもしれないっていうふうな、面白い構造がトランスパーソナルな感じであって、だからこそ見えてくる希望をね、私がやっぱりワールドワークとかプロセスワークでハマったことを思い出すと、だからジェンダーバイアスのね、性別二元論で差別的なジェンダーの男社会についてこうブリブリ怒ってた時期っていうのは、どいつもこいつもまたジェンダーだみたいにもういっぱいアンテナが張ってたんで、もうあそこもここも気になって、もうめちゃくちゃイライラしたんですよね。でも話を分かるやつがいない、なんでこういうふうになってるんだ、気づけよボケみたいな感じだったんですけど、変わらないわけですよ、えいえいえいってやっても。で、途方に暮れるわけですね。で、仲間たちもお互いにこうお互いのそういう怒りに付き合ってらんなくなるみたいなのもあったりして、限界を感じてた時に出会ったんですけど、その時に自分が変われば世界が変わる、自己変容から世界変容へっていうんだよっていうのをプロセスワークを学んでる人に教えてもらって、でも私何でもしますみたいな感じだったんですよね。変わらないって思ってたところから変わるっていうふうに聞こえて、自分を変えるということがどれだけ大変かということを全く知らないナイーブな若者だった私は、あ、自分が変わればいいの、変わる変わる、世界が変わるなら変わる変わるみたいな感じで 自分のワークを始めましたね。そうすると意外に、なんていうのかな、やっぱ自分の中にも世界があるから、ワークをするとさ、なんか一石二鳥みたいな感じなんですよ。自分自身の癒しにもなる上に世界のことも分かるみたいなことがあって、気づきがね、あ、そういうことみたいなこととかがあって、そうすると見える景色が今度変わってくるんですよね、気づいていくと。退屈しないっていうかね、なんかそういうのは希望でしたね。他にも、ワールドワークっていうところではやっぱり自分以外の人たちがこう世界、外の世界では見えないいろんな側面が見えたりとか、アプローチがあったりとかして、そういう意味でも希望になったりするし、勇気をもらったりするっていうのはありましたね。
次の質問に行きましょう。合宿というフィールドについて、ダヤが感じてきた質的な変化について、具体的なものを交えながら語ってくれると嬉しいです。これね、ヘルパーはね、みんな私にね、オーダーするのがすごく上手なんですよ。私、注文してくれたら作れるものは何でも作るよみたいな、なんか某有名な食堂の話が大好きなんですけど、自分もたまにそういう気分なんですけど、ヘルパーのみんなは私との付き合いがもう長いんで、リクエストがうまいなって今思ってますね。そういう変化も感じていますが、質問が、合宿というフィールドについてダイヤが感じてきた質的な変化。そうですね、やっぱりチームそのものが熟成してきてるんで、成長してきていて、チームの間の関係性が安定してきたり、もちろんホットスポットをたくさん乗り越えてなんですけれども、ホットスポットをホールドするなんかこう肝っ玉みたいなのも育ってきたし、私も含めね、結構こうデーンとしてきているので、合宿そのものも結構安定感が出てきたんじゃないかなって思います。それから私自身もすごくこう、最初はそれこそやっぱり傷つきがあまり起きないようにとか、こうアンテナを張ってこう見ている感じだったのが、私自身も変わってきて、プロセスをこう信頼するし、葛藤やホットスポットも別に避けなくなったというか、起きたら起きたでラッキーみたいな、必要があって起きてるんでね。なので、もっとプロセスを信頼してこうリラックスして入れるようになったので、リーダーがね、一番リラックスするのが、場が全体的にもリラックスするんじゃないかなって思うんで、っていうのが一つ。それからやっぱりやりたいっていう、こうなんかこうあんまこうビクビクしてくるというよりは、もうやりたくてたまらないみたいな感じの参加者がどんどん増えてきてるので、めちゃくちゃパワフルになってきてますね。なんかこうデーンとした安定の空気の中で、わーっとパワーのある人たちが来てるみたいな。でもいろんな種類の質の、パワフルさが来てるので、すごく静かにそこにいて過ごす人もいれば、もう本当にやっぱりこうスピーカーとしていくチャンスがとても必要な人たちがいて、アクティブになんかやってる人とか、まあ、多様になってきましたね、そういう意味ではね。それをホールドできるようになったのかなって思いますね。まあ、それと同時にやっぱり私の中では、どん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 やっぱりプロセスが私たちを育てているっていう感じもあって、面白いなと思います。やっぱ2泊3日も物足りなくなってきてますね。もう1日欲しいな、ていうところです。質的にはそんな感じでしょうか。から聞いてくれてる人も何か質問あったら言ってくださいね。い、リクエストですね。ここにあまりスペースを割かなくていいのだけど、参加を検討していたり悩んでいるシスヘテ男性に向けて呼びかけてください。僕自身も考えていきたいし、発信していきたいけど、だからお願いしたいです。はい、これはシスヘテ男性に向けての呼びかけ。おいでよ。おいでよって感じですね。まあ、興味を持ってくれてる人がシスヘテ男性でいるのであれば、本当にウェルカムですね。で、切ってみた方がいいよって思います。なんていうのかな。多分普段は聞くチャンスがないものや知るチャンスのない世界を知ることができるんじゃないんでしょうかね。世界が広がると思いますよっていう
のはまず一つとありますね。それからシスヘテ、シスのヘテロの男性っていうのは、これも全部ジェンダーとセクシャリティと絡んでますから、自分のことを知るっていう意味でも、自分の中の、なんていうの、いろんな気持ちを大切にするっていう意味でも、もうぜひどうぞ来てくださいっていうのと、やっぱり似たように悩んでいる人とか、参加を検討してジャンプインしてきたみたいな経験のあるシスヘテ男性とも出会えると思うので、多分それ外の世界でそういう人と出会うの難しいんじゃないかなと思うので、チャンスだと思うよっていうふうに思いますね。男性たちがやっぱり、男性たちとお互いにこう出会って深いワークができたり、性やジェンダーのことを話してすごくこう生き生きとしたり、ほっとしたり、嬉しそうな顔をたくさん見てます。それからやっぱり自分自身のことも、もちろんそうだけど、そのシスヘテロっていう、こう特権があるがゆえに見えなくなってるものが見えるし、皆さんの周りには性的マイノリティだけじゃなくて、ジェンダーの女性とかもたくさんいると思いますよね。自分の大事なパートナーが、つまり女性であったりとか、職場で女性がいたりとかするわけですから、そういう人たちとのより良い関係構築のためにも来たらいいんじゃないかなって思いますよ。こんな貴重なチャンスはないし。しかも1回参加するだけでは多分よく分かんないと思うから、何度も参加する方がおすすめなんですけど、それはまあシスヘテ男性じゃなくてもおすすめなんですけど、毎回毎回やっぱりその人にとって違う経験をするし、どんどん分かるようになってくるので、そうすると来年とか待ってらんないよねって思いますけどね。私がやっぱりワールドワークに行ってた頃は日本にはなくて、そういう経験を求めてわざわざ借金してまで海外にね、子供2週間とか預けて大変だったんですよね。だから日本で2泊3日でちょっとそういう体験ができるって、ものすごくラッキーだと思うんですけど、どうでしょうって感じです。私はそう思います。で、一応私海外の大きいグループのファシリテーションもしていますし、質もちゃんとしてると思いますので、海外のと同じ感じの質のワールドワークが味わえるっていう意味では来たらいいんじゃないかな、怖いもの見たさでも来たらいいんじゃないかなって思います。大丈夫ですよ、噛みつかれたりとかしませんから。じゃあ次のいきますね。本当に質問してもらって感謝です。ダヤさんが以前からおっしゃってるアジアンワールドワークはとても興味深く開催を願っています。ありがとうございます。ダヤさんが日本文化の中で西洋文化から生まれたプロセスワークのファシリテーターをされる時に心がけていることがあれば教えてください。アジアンワールドワークのドリーミングを聞かせてください。ありがとうございます。最初に日本文化の中で西洋文化から生まれたプロセスワークのファシリテーターをするときに心がけていることなんですけど、やっぱプロセスワークも西洋的な価値観や感覚で作られてきていますよね。で、やっぱり日本はすごくこう西洋コンプレックスがあると思っているし、コロニアリズムになりかねないので、コロニア植民地化みたいな感じで、こう外のものをこれはいいからって言ってこう持ってきて押し付けて、そこに本来あるものをこっちの方が優秀でいいからと言って否定して、これをこう教えるみたいなのを、世界中であらゆる先住の人たちに西洋文化はやってきたんですよね。クリスチアニティもそうだし、キリスト教ね、もそうですし、まあ、あらゆるいろんな西洋的な価値観っていうのが、いろんな別な文化に入ってきて、で、そっちの方が優勢だって言って、無理くりそっちを教育する。まあ、日本でもアイヌ、
北海道のアイヌ、ね、のみんなに対して和人が同化政策っていう形でアイヌのいろんな文化を禁止して、そして日本の優れている日本語の教育っていうのをこう押し付けるっていう、そういうことをやったりとかして、今もそういう影響はとてもあるんですけれども、そういうふうにならないようにしたいですね。だからやっぱり西洋のこれがいいからって言ってそれができない私っていうふうに日本人が落ち込んでいくのは違うと思っていて、日本の文化の中でそこでもやっぱり抑圧構造はあるわけだし、プロセスがこう促進されようとされたがっているものがある中で、やっぱそこに有効なアプローチとしてプロセスワークが待ってたらいいなっていうふうに思います。で まあすごく私は西洋育ちだし、プロセスワークの用語はカタカナが多いんで、本当に気をつけてはいながらうまくできないなと思ってるんですけど、やっぱりこうカタカナ用語はね、わからない人たちはついていくのが難しくなったりしますので、それからやっぱこう感じていくこと、言語化していくことみたいなところは、独特なこう私のに日本の人に、これだとみんな怖くなくて話しやすいんだなみたいなフォーマットで話し合いの場を作ってたりしていますね。それから私自身が西洋文化、中身西洋人のところが大きいんで、私がすごく意識してロールモデルはしてます。すんごいロールモデルとしてのこうあり方、介入の仕方とかっていうのはわざとというかこう意識的にあえて、逆のロールを取るっていうことをしたり、リーダーシップがだから強く出るようなファシリテーションになってるなーって感じますね。アジアワールドワークはね、夢ですね、次の夢ですね。で、タイに一回やっぱり別なプロセスワークの先生がやってるところに参加させてもらって行ったりした時にも、タイに行ってきたんですよね。で、やっぱりそのワールドワーク、大きい国際的なワールドワークに行くとやっぱりアジア人は少ないんですよ。そして日本人がその中でも多いんですね。で、これも全部もう世界を物語っていて、やっぱり経済的に結構かかるものですから、プロセスワークってそういうのがまあアフォードできるって、なんていうんだ、お金をそういうものに使える余裕のある人たちっていうのは、まあ日本の人が多い。最近ちょっとシンガポールとかタイとかからも来ますけど でもどちらかというとやっぱりアジアの中ではやっぱり日本が経済的にはまだね、プロセスワークの業界では、多くの人がいますが、それでもやっぱり多くの西洋人の中でアジアに対してなんてみんな知らないし、アジア同士の交流みたいなのもない、ほとんどないんですよね。頑張るんですけど。で、そんな中でやっぱりこう日本が今までアジアとそのやってきた、やらかしてきたいろんな歴史だったり、今現在のそのアジアの関係性だったりとかもそうで、そこでやっぱり日本とアジアの関係性ってやっぱワークちゃんとできてないんですよね。で、どうやったらアジアのいろんな文化や国がそれこそ関わっていけるんだろうみたいなのを考えるときに、私はやっぱそこにもワールドワークは有効だと思っていて、で、西洋中心で東洋人がとてもそのマイノリティで、で、コミュニケーションスタイルもとてもウェスタン西洋的でっていうところで、やっぱり痛感するのは、人種差別っていうとブラックホワイトの問題の方がやっぱりクローズアップされて、有色人種、ラテン系とかアジアンとかっていうところはやっぱりどうしても周辺化されるんですよね。で、それを声に出して、じゃあどうぞってこうジャパニーズが例えばフィッシュボールみたいなところで行くと、なんか微妙になんか違うんですよね。
よくわかんないんですけど、で沈黙がすごく多いので、それを日本のそういう美しい抑圧的、私たちからすると抑圧的なものなんだけど、外からの西洋から見ると美しい静けさみたいな、そんな感じがあったりとかして、もう捉えられ方が全然違うんですよね。なんかそういうところで、やっぱりあのセクシュアルマイノリティとかセクシュアリティジェンダーっていうテーマも周辺化されがちとか、せいぜい取られても半日か1日なんですよ。みたいな感じで、もっとアジアのことっていうのを、特に日本が、日本とアジアの関係性っていうのは放置されてるなって感じてるので、私が今ちょっとずつ出会っていっているアジア在住のプロセスワークを知ってる人たちとつながってなんかできたらいいなっていうのが思ってます。ちょっとまだどんな感じになるか分かりませんけどね。もしこれを聞いてる人でアイディアがあったらば、ぜひつないでくれたりとか、なんかアイディアを教えてください。もうちょっとだけ。この2つね、同じような質問が来たので、避難にならないような、ちょっと待ってね、老眼、避難にならないような相手への脳の伝え方について、皆さんのグループプロセスなどでの脳の言い方はじんわり染み込む愛がある脳だなと思うのですが、自分ではなかなか批判や非難になってしまうと思い、口を閉じてしまうことがあります。建設的に脳が言えたら我慢しないで、曖昧にしたりしないで、関係性もお互いに自由で豊かにつながれるのかなと思ったので、日常使えることなど聞きたいなと思います。もう一個脳についてですね、愛を持っての脳を相手に伝えるその時の気分、暴力のグループプロセスで私が立ったロールがあって、否定されつつもエッジアウトしない優しい縁を残してくれた気がしました。自分のワークをするに尽きると思うのですが、暴力の被害者側は第三者が慈悲を持って加害者の葛藤、嘆きに寄り添い更生を図る。暴力や犯罪被害者、いじめに遭った人など多くの人が知りたい点な気がします。難しいですね。伝え方についてっていうのは、バーニングウッドは必要なのかなって思うんですけど、やっぱロールスイッチがをしていくのが大事かなって思うんですよね。愛のあるというか、相手も自分なんで、やっぱそこに自分を見ることができるのかっていうのは一つ問いがありますね、その加害者に対して。その加害って表面だけで出てきているものだけにフックされずに、やっぱその奥にある、どうしてそういうふうな形で何を表そうとしてるんだろうこの人はっていうところで、そういう目でやっぱり、みんなが見れないと思うんですけど、特にね、攻撃を受けてる時は見れにくいと思うんですけれども、もしできるのであればその後でもいいので、ロールスイッチができる、バーニングウッドをきちんとしたりケアした後にですね、ほんのちょっとだけ相手のロールになってみるみたいなのはありなのかなって思うんですよ。あとこれは私の特性なのかもしれないんですけど、基本的にみんな一生懸命生きてるって私思ってるんですね、その人のリアリティの中では。その人なりに必死にみんなサバイバルして生きてるっていうふうに思ってるんで、で悲しいけどやっぱすぐ動く、こすれ違いが起きたり、なんか怒鳴っていいとか殴っていいって勘違いしている人たちがいて、それ違うからってもちろん思うんですけど、
でもやっぱりそういうふうになってしまう家庭の中にきっと必死で生きてきたその人がいるんじゃないのかなっていうふうには思うようにしてるかな。もちろんいますよ、わざと傷つけたい人っていうのは。それはもう本当に悲しいなって思うんですけれども、それでもやっぱりなんかその人なりのドリーミングがあってやってるっていうふうに思うんですけどね。でもだからといってその理解をしつつ想像力を働かせていったり、ロールスイッチをしたりして、そこに慈悲の気持ちを持ちつつも、それはダメですっていうふうにこうやっぱ脳を言っていけるようにはなれると、なんかこうやっぱ大体暴力が起こるところってきちんと脳を言ったりとかするロールがやっぱりないので、それが起きちゃうので、きちんと介入してそれは違うっていうふうに言えるようにするといいのかなって思ったりしますけどね。でも特に日本はやっぱりなんていうの、そんな葛藤とか暴力以前にノーって言わないじゃないですか。そこはハードル高いだろうなって思いますね。でも頑張れ 頑張ろう とはいえ時代は変わってきてるからさ、練習したらできるようになると思うんだよね。合気道のような感じ、その相手のエネルギー、アタックトレーニングでもそうなんだけど、相手がうわってきたらそのエネルギーは自分にはないって思っちゃうとキャーってなっちゃうんだけど、あれは私だみたいになれると、ふわっとそれをもらって、そのなんかこう合気道みたいにその勢いを使って相手にふわっと返していくっていうことができますけど、これは本当に練習が必要だと思います。私はたくさん練習しました、アタックトレーニングっていう形で。それでもやっぱりいつでもそんなスムーズにグループプロセスのファシリテーションの時みたいにリアルに日常で脳が言えるかって言ったらば、まあ言ってるけど 言ってるけど失敗もしてますよ。でもキープトライン、失敗しても試して諦めなければいいのかなって思ったりします。でやっぱりこう被害を受けてる人がノーっていうのは本当に大変なので、もちろん言って逃げてっていうふうに思いますけど、やっぱ目撃したりとか間接的に知っている人ができると助かるよねって思いますね。次ですね。あとちょっとです。皆さん長い時間ありがとうございます。ストリートファシリテーションに、躊躇している人に対してエンカレッジするような話を聞きたいです。日常でワールドワークを実践する第一歩としてストリートファシリテーションがあるのかなと思います。でも実際に道端で困っている人を見かけた時、僕は躊躇して声をかけられなかったり見過ごしたりすることもあります。きっと僕だけではないと思います。その躊躇や見過ごしを立ち止まらせるような、次はできるかもしれないと思えるような話を聞きたいです。はい、ストリートファシリテーションは第一歩ではございません。難しいですよ、ストリートファシリテーションは。でもありがとうございます、そういうふうになんかこうやろうとしてくれてること自体が。で、ストリートファシリテーションは本当に自分の身を危険にさらさないことっていうのは第一原則としてあるんじゃないかなって思いますが、別にその葛藤の中に入っていかなくてもフォローをするとか声をかけるみたいなことはできるんじゃないですかね。大丈夫ですかとか、私はあなたを見てましたよみたいなこととかはできるんじゃないのかなって思います。そんなホットスポットじゃなくても、バス停で会ってる人に暑いですよねとかいうのもありなんじゃないですかね。それもストリートファシリテーションなんじゃないですか。ファシリテーションっていうのはこう促進させていく、プロセスを促進させていくっていうことですし、スムーズにいくことですから、
とか、この前私がやったストリートファシリテーションはストリートファシリテーションなのか、まあ、ワールドワーク実践ですね。私の中ではもうあらゆることをワールドワークにしようと思ってるんで、トイレでサービスエリアのトイレで、ある女性と女の子がこう鏡の前でこう立ってて、私は最初セットだと思ってたんですよね。こう一緒にいる人たちだと思ってたんですよ。で、まあ、出てきて手を洗おうと思った時に、どうもその大人セットじゃなかったんですね。で、大人の人が、女性がどっか行っちゃって、で女の子の方が小学校低学年ぐらいの3、4年生かな子がすごくこうにらみつけてブスーっとしてるんですよね。でそういうなんか多分多くの場合は声をかけないのかなって思うんですけど、私は大丈夫っていうふうに声をかけました。そしたらは、うんって言ったみたいな、なんかもうそういうちっちゃくてもありかなって思ったりします。でも何よりもまずはそうですね、別に困ってる時に声をかけなくても、困ってる時に声をかけること自体だけがストレスとファシリテーションではなくて、人と関わっていくっていうところなので、もうちょっと気楽にしてねっていうことと、やっぱりすごく対立してるところに、まあでも自分を信頼して、危なくないのであれば自分を信頼して思うことをやってみたらって思ったりしますね。ぐるぐるも気をつけながらもチャンスを逃さないでって感じです。フレーミング、なんかもうワールドワークというよりファシリテーションについての話になってきましたが。お、伊藤さん、運輸の仕事をしています。中国からの通販の国内配送を受けるにあたり、今関西空港でいろんな中国の方との交渉をしていて、彼らの僕らにないはっきりさを痛感しています。ノーもイエスもものすごいびっくりしています。あ、そうそうそう、ありがとうございます。やっぱカルチャーですよね。私もそれはすごく感じていて、なんか中国の方のエネルギーって結構こうパーンってないですか、こうパーンみたいな、なんかすごくこう私もこうミックスのアジアミックスのワークショップとかトレーニングでアシスタントに入ったりとかしてた時に、中国の人から来た参加者の人たちはすごくこう先生の言うこと聞かないんですよ。でもマイペースでやって、で質問する時もはっきり言うみたいな感じで、とってもこう原色のようなエネルギーで、イエスもノーもね、だから日本と全然違う質だと思います。同じなんていう、中国は中国だって言っている香港と、自分は違うって言ってる台湾ともう質が全然違って、台湾の人は日本の人とエネルギーが似てましたね。静かな感じで、島国な感じで、遠慮がちで繊細な感じがこうありました。香港の人はその中間ぐらいな感じでした。エネルギーとして見るとまた面白いですよね。ありがとうございます。でも本当にそういうなんか違うものと出会っていくことで、自分のこととも出会っていけるっていうか、やっぱりこうダイバーシティだったりとかぶつかっていくことでの出会いや、そこでだからこそこう壊されていく常識みたいなのっていうのは、本当に世界のこの平和や葛藤をこう平和を構築したりとか、やっぱりこう戦争を避けていくっていう意味ではものすごくこう違いをウェルカムしていくとか、
それを通してお互いが出会っていくっていうことに好奇心を持っていくみたいなのって、ものすごく大事だと思うんですよね。自分の中の多様性っていうのを認めていけるようになったりとかすると、自分と違う人のところもそんなにびっくりしないというか、面白がれるっていう余裕が出てくるのかなと思ったりします。そんな感じですかね。ちょっとファシリテーションの話はこの場では難しいなと思うので割愛したいと思います。みんな聞き疲れてないですか？大丈夫ですか？ワールドワークについてのいろんな質問に答えるっていう形で話してきました。で、ストリートファシリテーションの話も出ましたけど、その非日常の中で3日間集中してそういうのを学びたいって言ってる人たちと、ラーナー、お互いラーナーとして集まったところで、やっぱりこうチャレンジでいろんなテーマを使っていく。で、そこでもちろんそれぞれが学びがあったり癒しがあったりチャレンジだったりするんですけれども、ノンローカリティって言ってプロセスワークでは、こっちの場で何かをこういうふうにやってううってなると、全然物理的に全然違う方でもその効果がある、関係しているっていうふうに言うんですね。だから一人一人が自分のことをワークしてくれたり、ケアすることを学んでくれること、それからこういうグループっていうところでいろんなテーマをこれは大切だっていうふうにしてワークをしていくこと、もうですごく深いところまでいくと、それは本当にシンクロニシティっていう意味でも他のところともつながっていろんな連鎖を起こしていくんですよね。なので、ワールドワークにもちろんぜひ来てもらいたいなって思うのと同時に、それぞれが自分を大切にするっていうことはどういうことなんだろうかっていうことや、その自分が普段これは私だと思っているアイデンティティ以外の自分とも出会っていったりする、ね、そして自分にはあまりないような質のものと出会ってる時にもやっぱ好奇心を持って、関わっていくみたいなことってすごく楽しい、やれるようになると楽しいですし、世界が広がっていくし、やっぱりいろんな人と関わりがある方が戦争は起きにくいのかなって思ったりします。ワールドワークっていう場では普段の日常ではちょっとこう抵抗があったりとか恐れがあったりとかして出てこないようなものや、諦めてしまっている感情、表現されてないものっていうのがあえてそういうところもみんなでホールドして、これは出されないと別な形で出てくるっていう形でこうウェルカムして、そういうのを出すことをサポートしていったりとかします。そういう意味ではとても激しくてダイナミックに見えるかもしれませんが、怒鳴り合いをして言いたいことを言い合うみたいなワークでは、たまにそういう瞬間もあるし、それはやっぱり受け取る方がわーって思うんじゃなくて、いいね、出会ってるねっていうふうに思えるようになるといいのかなって思ったりします。あらゆる感情が大切です。で、あらゆる感情は怖くないです。そこにそういうふうに思えるようになってくると、ワールドワークのワイルドな感じも楽しんでいけるんじゃないかなって思ったりします。ちょっぴりみんなで負担、多くの人が避けようとすることを見ていくという物好きな、ちょっぴりこうクレイジーな感じのアプローチに見えるかもしれませんけれども、それだからこそできることがあるんですよね。やっぱりこうイスラエルでも、もう何度も何度もいろんなことが起きて、でピースビルディングをやっている人たちっていうのはやっぱりゴール志向であったりとかしますから、なんかがっかりし、何かが起きるとがっかりしちゃっても対話をやめちゃったりするんですよね。でもプロセスワークはやっぱり難しければ難しいだけそこに何かがあるというふうにして見ていこうとする
会話をやめないんですよね。そういうところに私はやっぱり希望と勇気を感じますし、もっと広がっていったらいいのになっていうふうに思ってるアプローチなんですよね。本当にアクティビストの人もアクティビストじゃない人も、もうあらゆる人に開かれてますので、ぜひワールドワーク2023年、ぜひ参加してみてください。7月31日まで早割があります。たくさんの参加お待ちしています。一緒にどういうふうに私たちがお互いに関わっていけるのか、どういうふうに自分たちのパワーや豊かさを自分のためと世界のために使っていけるのか、自分のこれだと思ってる世界をどんどんその殻を破って生きながら、自分の中も豊かにしていける、なんかそういう3日間なので、ぜひこれを聞いて興味ある人はジャンプインしてみてください。それでは、あと8分で夜中になってしまいます。これもやっぱり2時間近くなってしまいましたね。そんなことないか、1時間半ぐらいか。はい、しばらくしたらこれまた YouTube にもアップしようと思いますが、聞いててよかったらシェアしてもらっても嬉しいです。オンタイムじゃなくても感想とかもらえたら心強いです。では、長い時間聞いてくれてありがとうございました。そろそろおしまいにしたいと思います。次はですね、7月の確か30日にヘルパーのシェア会があります。ぜひそちらも検討してみてください。楽しいと思います。それじゃあね、長い間聞いてくれてありがとう。おやすみなさーい。